キングブリザード。他のやつとの差はよくわからんけど、これめっちゃ、あれ？そんなに聞いてない。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、どうすればいいんだ？引きました。はい。引きました。大空の羅針盤の入手方法がわかり、シルフの船を借りて宝島に向かわれると。あ、そっか。シルフの野営地に行けばいいってことかな。お気をつけて。私はここから応援することしかできませんが、皆様の勝利を祈っております。よし、頑張ってくるぜ、私。ってことで、さあ、宝島に行く。流石を取り戻しに行くブ。宝島に行くために、ファスカル島のレオバンに会おうブ。ファスカル島。よし。さあ、来た。いや、宝箱近いのはいいんだけども。え、どこに行けばいいんだ？あ、あれか。なんかびっくりマークあるね。あの上の方に。そんなところ登れるのか。ビビー、そう、自分の力でいけるかと思ったけど無理だったわ。何、そんな近くにあるの？何の会話しようやろ。めっちゃ気になる。かわいい。よし、来た。レオバン隊長。おーい、ん、カミュ。もちろん俺もついてくぜ。船を借りられるかを聞いてみよう。そんなとこで話しよったら普通に聞こえとると思うけど。なんだなんだ、おたけびか。なんだおめえたちか。また俺たちに用なのか。そうなのよ、レオバンさん。ちょっとお願いがあるんだけど。入社はレオバンにこれまでの経緯を話した。カクカクシカジカで。おめえたちが集めた7つの流石はギンギーラン取られちまったのか。そんでそれを取り戻すために俺たちの船を借り大空に連れてってほしいと。大空に行きてえってのはよくわからねえが、何やら事情があるんだろう、うん、ギンギーラのやつは個人的に許せねえ。追っかけてぶっ倒して。だが俺たちにも事情があってな、やすやすとはいとは言えねえんだ。話は聞いてましたね。どうなさいますか、王子様。そんな、そんな陰でひっそりと。そうですね。船は私たちの誇り。それを貸すのは簡単な決断ではありません。それで？実は私たちシルフの国は、7つの流石の獲得を諦めたのです。7つの流石は、私たちが求める宝ではないと分かったから。シルフの国は、宝のためならば戦いますが、戦いのための戦いはしません。だから私たちはギンギーラとの戦いのためには船を出せないのです。私たちにとっては宝のためなんだけども。え、それじゃあですが、あなたたちにはご恩があります。この大地の謎も知ることができました。そのご恩に報いるためにあなたたちを望む場所まで連れて行ってあげましょう。なんでワンクッション必要だったんだ今。やったぜ、ありがとな。ということだ。よかったなお前たち。でそいつはビステル。なりはちっこいが一流の船乗りだ。ちびっこが多いっすね、シルフは。それじゃ出発の準備ができたらビステルに話しかけてくれ。いつでも出発できます。なんか銀色の宝箱もいっぱい出てきてるな。マジでちっこいな。私はビステルと言います。皆さんの案内を任されました。よろしくです。行きますか。それではマヤさん、大空への出発準備はできましたか。声かわいいんですけど。できたぜ。わかりました。では大空へ参りましょう。空の様子が怪しいです。人嵐来るかもしれません。出発です。うわー、なんかめちゃくちゃ、うわー、曇ってんな。確かに人嵐来そう。あ、みんな一緒に行くのね。降ってきましたわ。この広い空のどこかに宝島があるのね。さてここから今どれぐらいの高さにおるんや。二人の心を一つに合わせる。でも雨が降りよるってことはそんなに高い位置じゃないってことよね。
なになになに、パワーアップする、フュージョンとか必要なの。なにこれ、綺麗これが羅針盤、大空の羅針盤、たまげたな兄貴。ああ、へっ、おお、雨が上がったよ。あそこ宝島見えた。宝島に出航だ。唐突に平和な音楽になったな。唐突に平和な音楽になったけど、この後きっとなんかいろいろ修羅場が。おお、すげえ。宝島っていうだけあるね。めっちゃ綺麗なんですけど。その辺の鉱石削り取っていったら普通にお宝になるんじゃない。よっしゃ、着いたぜ。なんか遺跡か。さて、王女様の言った通り、俺たちは戦いのための戦いはしねえ主義だ。俺たちはここで待ってる。戦いがあっても一切手出ししねえ。おめえらに勝利を祈ってるぜ。ここが宝島。すごい。こんな場所があったなんて。あれれ、マヤさん、もしはシルフの野営地に帰りたいですか。あ、大丈夫です。はい。なるほど、話しかけたらいつでも帰れる感じね。了解です。もし帰りたくなったら、無理をせずにおっしゃってくださいね。私は、王女様に話しかけたつもりだったんだけど。ここが宝島。あちこちと調べ回りたいところですが、今回は控えます。どうかあなたたちの戦いに勝利の風が吹きますよう。まあね、こっちが真剣に戦いよるときになんかいろいろとお宝探しされてもちょっとなんかありやな。さて、俺たちはここで待ってる。おめえらの戦いには手出ししねえ。ギンギーラのやつには負けるんじゃねえぞ。信じてるからな。頑張ります。すごいところだ。まばゆくて目が痛いほどだ。そんなに。さあ行きますか。7つの流石を取り戻すためにギンギーラを探しましょう。なんか地面の下にマークあるよね。なんかあの遺跡かなんか下に入っていく感じなんかな。危険な匂いがするブ、気をつけて進むといいブ。気をつけていきましょう。あ、なんかあるよ。ほらほら、あ、なんかあれじゃない、玉とか。 あっちにもあるな。オーロラシェイクの上級レシピ、こんなところに。物理攻撃、大義、ブレス、呪文への耐性がとてもアップするピクシードラゴン族の好物料理が食堂で作れる上級のレシピ。まあでもそっか、こういう、私全然活用してないけどさ、あの、仲間を増やす時ぐらいにしか料理作ってないんやけど、そういえば能力値アップするんよね。そっかそっか、じゃあその辺も、戦いに備えることになるんか。デビルウェポンコイン。そういえばコインもまたセットし直しとこっかな。魔力の粉20個。あ、これで地下に入っていくんや。え、もうあとない。こんだけこっち側にあったんならこっち側にもありそうじゃない。うわー、ほら、なんかめっちゃいっぱいあるよ。やっぱいよいよラスボスって感じかな。お、競技ラダンやって、敵単体に光属性の大ダメージを与える弾。もっとくれよ。もっとくれよ。お、玄魔石。玄魔石なんか誰か仲間にするのに必要やったんよね。誰やったっけな。え、しかも私が仲間にしたいと思っとったやつやったんよ。何出るかな。ベホイミダン。え、大事。回復と攻撃大事。え、結構ね、前回やったっけ、前回の戦いかなんかで攻撃系の弾も
あ、ちゃんと使えるなっていうきっちり役に立つんやなっていうのが今更って感じだけど、まあ、分かったけん、それもねバシバシ使っていこうかと思うんやけど、ちょっと待って、ふんふんふん、今みんなのレベルがこんな感じか。いや、私が仲間にしたいと思っとってやつも多分レベル45とかそれぐらいやったんよね。なるほど。じゃあ別にそんな変わらんのかな。あ、でも能力値が違うかもしれんけど、とりあえず、ま、一旦このメンバーで挑戦してみて、待って、コイン装備しとこ。お任せ装備。お、すげえ、翡翠スライムコインやって。で、次、ランド。今、若干しょぼそうな感じのやもんね。全体的に。いや、なんかそんな変わったもんじゃねえな。クラウン。でも、この辺とかは空きがあるけん。空きは埋まるのでは。よしよし。で、メルダは何にも装備してない。何も装備してない。よしよしよし。まあ、これでいろいろと能力値は上がったでしょう。マヤ攻撃力低く。めっちゃ低く。もうクラウンも結構低いんよね。みんな攻撃力、いや、どれぐらいが普通なんかがちょっと今、いまいち分かってないんやけど。全然分かってないんやけど。さあ、挑みますか。挑みますかって、すぐにおるんかどうか分からんけど。何あれ、なんか置いとるよ。なんもない。あこれ以上進んだらもう行くのか。何これ、あれ、この場所なんだか見覚えがないか。あそこにあるやん、箱。あれも取っとこう。ってことはまだここは自由に置ける場所ってことね、これが終わったら。なるほど、ここがあの遺跡にあった探検の部屋のオリジナルなんだ。オリジナル？そうね。神とマヤの探検は、もともとはこの部屋に収められていた可能性が高そう。なんであっちに来たんやろ。まあそんなこと、今は後回しにしましょう。それよりも、そんなこと。きっとこの先にギンギーラがいるはずよ。七つの流石を取り返すことができれば、あたいたちの目的は果たされるわ。厳しい戦いになるかもしれないブー。心して先へ進もう。ふぅ、頑張ろう。めっちゃ先に走っていくやん。でもそこで止まっとんやね。じゃ、そこにあった箱を。何出るかな。お、ベホマラーダン。なるほどね、一定範囲のキャラの回復。いや、でもさ、全キャラ動かしうるわけじゃないけんさ、ちゃんとその範囲内に入ってくれるかどうかわからんよね。マホリク団、仲間団体の MP を中回復する。MP 回復大事。確かにね。なんだか見覚えのある台座だ。私には全然見覚えがないんだが。記憶。七つの流石を取り戻せば、あたいたちの目的は果たされるわ。あんたたちのことを信じてるわ。よろしく頼んだわね。ふぅ。ギンギーラとの決戦が近そうだブ。しっかり準備をして挑もう。だってさっきからさ、戦いに備えた感じのものがいっぱい落ちとるもんね。俺も一緒に戦うぜ。頑張って七つの流石を取り戻そうな。本当に一緒に戦ってくれるんか？絶対おらんなるやろ。なんかストーリー上だけで。この先から何者かの気配がする。先に進むしかないでしょう。頑張ろう。足元綺麗。お。何あれ、なんか竜の像が。これで究極の秘宝が我が手に。究極の秘宝ってなんなんやろうな。え、なんかもう使われおるけど大丈夫？あ、合体させたらこれになるってこと？へえ。これだけか。
これが究極の秘宝なんじゃない。ただけではないか。もっと素晴らしい宝が現れるはずだ。え、それにすげえ価値があるんじゃないの。そうまでしてこれが欲しいのか。またバラバラに。なんでわざわざバラバラにするん。管理しにくいんじゃない。難しい。何、片手に収まったぞ。奪ってみせよ、この大空賊ギンギーラからな。伝説の大空賊ギンギーラ。これが最後の戦いだブー。決まっていくわよ。え、この戦闘突入マジで。え、はい、何、うわ、来た。始めよう。お、すげえ、神戦ってくれよりやん。え、お前もなんかさ、モンスター連れてこいよ。ねえ、いや、カミューちゃんと戦ってくれるのは助かるんだけどもさ、あれですよ、ちゃんとモンスター連れてきてくれんとさ、戦力が足らんぞ。じゃあ待って、ロマン技使ってこ。え、あれ、神はさ、あれかな、よくある感じの。え、ちょっと待って、普通に体力あるやん。そこなしにしろよ、普通ないってそこ。え、じゃあ神も普通にやられるってこと。そこやられない仕様にしていただきたかったんですけど。何、ギンギーラー力を貯めている、やめてよ。え、てか何、実体なくなっ、え、ギンギーラが石像に乗り移った。何それ、呪われし砂獣の、何ね、それ、え、どういうことなんで乗り移ったん。あ、これあれか、あの今までのさ、痛い、今までのあれ何やったっけ、なんていうんやった。なんていうか忘れたけど、戦ったやつと同じ攻撃パターンってことよね。あ、でもこれあれか、なんか弾めっちゃ使ってくれよるカミュー。なるほど、多分これ体力の限界というかはあるけど、こういう弾の限界とかはなさそうだな。これ私今何のやつ、メラか。え、多分なんか見た目的に水とか氷の方が効くんじゃないか。ちょっと待って、玉切り替え。どこや、ザバダンか。あ、ほら、こっちの方が効いたよね、今。多分。やっぱりその、なに、やめて。あ、バイキルトもかかっとんか。あ、でも結構なんか体力やっぱ削れとるよ。ほら、いい感じ。ロマンゲージが溜まった。待って、怖いんですけど。ランド、あ、メルダーも、うわ、ほら。あ、でも実質無限みたいな感じかな。神めっちゃ回復しよるし。待って、これ走っ、痛い。このなんか弾に限界がない感じなんやったらめちゃくちゃ助かるんやけど。神、え、満タン、ちょっと待って、はい、使います。あー、使えてない、いけ、キングブリザード。なんかよくあるね、ストーリー上でめちゃくちゃ強くて役に立つキャラクターが仲間になった途端に全然役立たんっていう。でも今役立つパターンの時やけんね。ちょっと頑張ってカミュー、私ももちろん頑張るけれども、ちょ、いまいちどれが、あ、でもめちゃくちゃ削れよるよ、めちゃくちゃ削れよるけど、これギンギーラ本体じゃないんよね。まあでもこれを倒さんかったら本体が出てきてくれんってことなんか。何段階あるんやろ、やだな。え、やっつけれた、やった、早やるではないか。出てきた。
あ、でもあれか。え、ちょっと待って、なんか他のに乗り移ったんですけど、これはもう確実に水だね。一応なんかこの石像に乗り移っ、乗り移った状態で倒したら、なんかギンギーラ本体の体力もめちゃくちゃ今削れとったね。なんか普通に攻撃しよった時よりも削れてなかった。ほらほら、なんか遠くからやったら弾めちゃくちゃいい感じに役立つし、いいやんいいやん。私遠くから、うわー近いって、遠くからって言うやろ。あー怖い。私遠くから援護射撃するんで、ロマンゲージが溜まった。よし行くよ行くよクラウン、キングブリザード。他のやつとの差はよくわからんけど、これめっちゃ、あれそんなに効いてない。やっぱあれか、さっきが氷で今回は違うってことか。ほらほら見て見て見て、これ、あー待って、体力ばっかり見すぎて全然自分が危険にさらされている。ありがとう、回復してくれたね、カミュー。へえー、怖い。でもこれ見て、弾でさめっちゃ体力削れおるよ。イエーイ、役立ってる私怖い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 、やめてよ。よっしゃ、え、結構早くない？やるではないか。え、ほらほらほら、うわ、またやん。氷柱ってことは炎かな。これちゃんとさ、あの何、石像乗り移っとってさ、出てくるたんびにちゃんとギンギーラの体力も削れとるよ。いいことや。え、爆発ヒメラきっとこれや。ほら、うわめっちゃ減る、イエーイ、いい感じいい感じ。ちょ待って、ロマン技も使っとくか。今回相手が氷やけん、どれなんやろ。ギガブレイク、これは雷、どこ行った、あれか、なんかこっち走ってきそうやな、大丈夫かな。ですよね、怖いって、やめてやめてやめて、うぃー、誰か私を回復して。じゃあ走り回りよるけん無理なんかな。ホイミダン、はいはい、私に私にホイミダンを、ハイパーブラスター。これ何系、爆発系かな。じゃあ違うか、待って怖いって、ひー、ちょっとカビでもクラウンでもいいよ、回復してくれて。ほら今今今なら私ここでじっとしてるんで。おー、いったいった、いいね、めっちゃ削れてく、楽しい。さあ始めよう。あ、ここまで、待って、ギンギーラは一体どれが効くの。いけキングブリザード、どれが効くんかはちょっといまいちよくわからんけど、一応弱点はあるんかな。何、誰、メルダ復活させます。待って怖いよ、私の回復はねえねえ、私の回復はどうなんかな。でも、わからん、引き寄るか。はい、ロマンゲージ溜まった、いけ、ハイパーブラスター。ギンギーラが何系統なんか全くわからんけんさなんかそんなにマヒャドってことは火でいいんかな。うわ待って、2人やられてるよ。何、大きな隙を作るチャンス、どういうことどういうこと、全然当たってないよ。
何何？あ、普通にダメージ与えよるってこと？何の数字かと思ったけど。水柱？待って、なんか、あー待って、危ない危ない危ない。待って待って待って。ちょっと回復してよ私を。なんかいろんな系統を使ってくるんですけど。あ、待って、ロマン技使える。いけいけ、ギガブレイク。体力減らせてる？減らせてる感がないぞ、ロマン技で。何この大きな隙を作るチャンスって、よくわからないんだけど。でも一応数字が出よるってことは、ちゃんとダメージを与えれとるはずだよね。でもちょっとさ、バイキルトとか。あ、弾がない。ザバダン。何？なんかこっちにした？あ、ザバダンの方があれか、効いてるか。いや、わからん。なんか右上にさ、ゲージみたいなの出とったよね。あれ何のゲージだ。バギー弾。いけいけ。あ、これが一番効いてない。あんまり近づきたくはない。なんか近づいてきた方が効いてないな。いや、そうでもないか。私は遠くから弾で攻撃するのがいいっすね。近づいたらちょっとやられそうなんで。ロマンゲージ、はいはい、使っとく、使っとくよ。何？はい、いけ。大きな隙を作るチャンスやって、これで一気にいけるんやない？マジで何のゲージかわからんねんけど。ハイパーブラスター。これなんか減らせよる？なんかロマン技全然効いてなくない？一応使いよるけどさ。いや、わからん。ビースト化した方が良かったかな。でもビースト化して弾使うって意味あるんかな。ちゃんとパワーアップする？それあんまり離れすぎても狙えんな。痛い。待って、あー、危険危険危険。消し飛びません。怖い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 。大きな隙を作るチャンスやって、ちょっとみんな頑張って。何？近づいて流石を何？取り戻す。え、どれ？ゲット？ちょっといまいちよくわからんけど、なんか取り戻した。流石を2個取り戻したって。残りの流石はあと5個。何何何、どういう感じ？あれやない、ちょっと攻撃パターンとか変わってきたやない。なんか2個取り戻されたけんさ。うわ、弾いくつあっても足りんな。ね、なんか誰かやられとるよ、メルダ。復活復活。あ、でもあれやね、あっという間に MP も回復するね。あれか、回復してくれんのかな、もしかして弾かなんかで。分からんけど。あれやな、ちょっとビーストモードになってみよう。ビーストモードになって弾関係あるかな。ちょっと弾を撃つときに込める力が変わるかもしれん。いけいけい。え、なんか全然何も当たってない気がする。当たってないんじゃないわ、弾がない。ジバダン。いけい。あ、でも一応、え、分からん、変わっとるか、全く分からん。ねえ、待って、なんか飛んできそうな気がするぞ。え、でも私の体力は結構あるか。はい、復活。ちょっとビーストモードやけん早いな。大きな隙を作る。じゃあ待って、メルダーもか、違う、ランドや。キャー。はい、復活。
え、カミュむやーち。あ、復活してる、よかった。え、今最後までできてなかったことない？大丈夫やったん？やっぱカミュ死ぬのね。困るよ、それは。大きな隙を作るチャンス、大きな隙を作るチャンス、短くね。ランドがやられそうだ。魔力回復とかやめてよ。なんなの、アイテムでも使ってんのか。大きな隙を作るチャンス。当たってる？なんかちょいちょい当たってない時ある気がするよね。大きな隙を作るチャンス。あ、このなんか何、元気玉みたいなの貯めよる時がか。今か、いけ。怖い。おお、やったやったやった、2個ゲット、残り3つ。いいぞいいぞ。また攻撃パターン変わるかな。怖い怖い怖い、どの力で。待って待って待って、怖い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 。回復回復、ちょっとみんなも私を回復してみんなも。怖い、こっちになんかやってきそうな気がする。何その弾ひー、いえ、怖い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 。今のは大丈夫なやつ。いや、弾がない。いや、なんか前回の戦いの後にさ、あ、弾めっちゃ役立つやんと思って、またなんかボス用にと思っていっぱい買っとったんやけどさ、めっちゃくちゃ使うね。なに、あ、取り戻せる。よし、よし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 、いけるよ。これどうなんやろ、どんどん。ミス、クソ、チャンスが。待って待って、どの力だよ。怖い、両方。待って、メルダー復活させるから。え、怖い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 、近い近い近い。見せてや。待って、大きな隙を作るチャンス。どう、隙は作れてないの？待って、回復する。もうみんな全然私のこと回復してくれんや。よっしゃ、隙を作るチャンス、チャンス短。クラウン、とりあえず最優先でクラウンは回復させると。クラウンと神はね、結構ちょっと優先的に回復させますよ。怖い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 、どこ、いた、全然どこにおるんかわからんかった。あ、一応なんか出しとくか一応出しときますか。あ、ビーストモードにもなっとく、移動スピードも上がるしね。ほいっと、ビーストモードんで、よっしゃ、いけ、ギガブレイクも。聞いてるんかわからん。あれ、メルダーはどこ。大きな隙を作るチャンス、はい、いけ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 。お、くそ、あ、いたいたいた。あ、なに、かすめ、ん、違うか、私が間違えただけか。よし、メルダー復活、いけい。なに、近い近い、怖い怖い何、ミスって。あ、弾がない、シャドウ。まあ全体的に結構効きよんか。激、あ、なんか普通にあれやな、
あいつの体力自体もなくなりそうな感じか。なんかたまにアタリオンだか当たってないんだかよくわからん時が結構あるよね。一応全員生きてる今。生きてるな。ああ。言ったそばから。メールだー。ちょっとみんな好き作って好き。へえ。今のは当たってない？そう MP が足りん。怖い怖い怖い。あ消し飛び。待って、あ今誰かなんか回復してくれたね、ありがとう。誰か知らんけど。へえ。もう君虫の息だろ。当たってねえのか。嘘まだか。お、やっつけたよ。元気でやっつけた、やった。ね、コスメ取ってないやつまだ3つあるけど。それは？一気にここで取り戻せるってこと？なぜわしが人のものを取るからだよ。やったー、残りの3つ。今2つしか見えんかったけど。お、何落ちたよ、大丈夫？ん？ああ、そこに。あれ、なんか結構小さい？回収されてった。七つの竜石をすべて取り戻した。やったね。じゃああれは取り戻せんくて大丈夫やったんか。あれ？あ、もしかしてあれかな。あの、戦いの途中で、ああやってなんか定期的にかすめ取る方法と、なんか、やっつけて取り戻す方法があるってことなんかな。あれ？なんだか7つの竜石が、何、生まれる？なんと7つの竜石は組み上がり、1つの石へと姿を変えた。さっきも見たよ。これを神様の元に持ち帰れば、あたいたちの使命は果たされるはず。なんなら一回組み上がって普通にバラバラにされとったよね。長かった僕らの旅も、やっと終わりかな。なあ。ちょっと気になることがあるんだけどさ、この石をあの台座に置くと、究極の秘宝が現れるって聞いたよな。あ、マジで？そこからさらに？そういうことか。せっかくここまで来たし、究極の秘宝、見てみたくないか？でもこれが必要ないんじゃない？究極の秘宝、言われてみれば確かに、ちょっとだけ気になるわよね。使ったらこれなくなったりとかせん？もし究極の秘宝が現れるなら、ついでにもらっていってもいいかもしれないブー。そんなあっさりと。よっしゃ決まりだな。それじゃあマヤ、7つの竜石をあの台座に置いてみようぜ。